ハバナの革命博物館に生体保存されているグランマ号。グランマ号のコーグランマ号とは1956年のキューバ革命時にメキシコへ亡命していたフィデル・カストロがチェゲバララ82名の仲間と共にキューバ再上陸するのに使った船である。グランマ号は本来1943年頃に製造された定員12名のディーゼルエンジン駆動のクルーザーで あった。カストロはアメリカ海軍のカタリナ飛行艇かクラッシュレスキューボートを購入しようと試みたものの、資金不足のため中古のヨットとして売られていた元船を5万メキシコペソで買うのがやっとだった。船はメキシコのトゥスパンを1956年11月25日の深夜に出港し、1週間後の12月2日に9倍再上陸を果たすが、 定員を遥かに超える82人もの兵士が乗り込んだために衛生環境が悪化しさらに好天でキューバ到着が予定より遅れて航海が長引いたことで上陸する前に彼らの士気は相当下がっていたと言われるさらにカストロは事前に再上陸することを発表していたので上陸後すぐにバティスタの政府軍に包囲されカストロを含む12人にまで減ってしまう 現在のキューバ共産党機関紙はこの船を記念しグランマと題されている。現在はハバナの革命博物館に生態保存されている。ありがとうございます。